やっほー、K-POP 雑食オタクの加田です。小田です。マイカム第8回になりました。はい。2ヶ月続いたね。ああ、そっか。それで、先週もたくさんコメントいただいてありがとうございました。ありがとうございます。あの後さ、なんか、X で、つながってくださってる方とかって、結構この、マイカムとか聞いてくださってる方が多いのかなって思ってるんだけど、結構、トイレ掃除しないと、みたいなのを、なんか結構ちょこちょこ 見見て、た。ねえねえねえ、すごいと思って。ね。なんか、お笛部当たりましたとか、ちょっと見て、ね、嬉しかった。ねえ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 。あとは、なんか私のチケット当落見るとき、余裕のあるふりするっていうのを、すごい特集だと思ってたら、なんか結構いらっしゃって、わかる、コメント見て。ね、めっちゃ面白かった、それが。みんなかわいい。あるあるなんだと思って。ねえ。そう、それもね、あ、なんか、ね、すごい面白かったです。ありがとうございました、あり皆がとうさん。ございます。で、今週もいただいた質問に答えていきたいなと思うんですが、ライブ中、どこを見てますか？全体も見たいし、推しも見たいし、目が足りません。会場が湧いているとき、自分は違うところを見ていて、何が起きたの？となったこともあります。人によってタイプが違うのかなと思って質問させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃわかりますね。いや、本当もう一言一句同意です。わ かるわかる。ね。小田さんはどうですか？私、基本、箱推しタイプなので、割と全体を見てることが多いんだけど、これを一番困るときは、幸せな悩みなんだけど、アリーナに入ったとき、いい席に入ったときに、目の前に来た人を見ればいいのか、全体を見た方がいいのか、とか、本当にわかんなくなって、最後何も記憶ないみたいになっちゃなるほど。なんかさ、ちょうどさ、X で見たんだけど、エナイプンのなんかの公演で、すんごい最前の人が近くで動画撮ってて、多分海外で、もう推しじゃないけど、こんな近くに来たら撮るしかないよね、みたいなコメントがついてて、その動画に。なんか最前で動画撮ってんけど、もう本当に近いの、もう目の前に来るの、メンバーが。なんか多分その人は誰ペンか分かんないんだけど、最初はその誰か追ってんだけど、もう最後もうその自分の前に来る人ずっと撮ってるみたいな。いや、そうなっちゃうよねって思って。いや、でも確かにそれだけ近かったら、まあそれが正解だよね。目足りないですよね。目足りない。世の中いろいろ進化してるからさ、何箇所か同時に見れる眼鏡みたいなのとかさ、そのうち 発売されないかな。そうだね、オタクに売れると思う。あ、めちゃくちゃ売れるね、それ。なるほど。このさ、コメントに書いてあるように、会場が湧いてて何が起きたかわかんないってめっちゃない。めっちゃある。多分だけど、大きい画面には抜かれてんだよね。それ見てないっていう、すごい何回もある、これ。わかる。めっちゃわかる。私はですね、ほぼ、推しを双眼鏡で
ゲームしてるかな。うん。しかも推しが大きいビジョンにここは抜かれるって分かってるとこあるじゃん。はいはそこはそれを見て、そうじゃないあ時は推しを双眼鏡で見てるっていう、ちょっと他のメンバーに申し訳ない見方をしてるのかもしれないんだけど、っていうのももちろん見たいんだよ。他のメンバーも見たいんだけど、いや本当に目が足りないというか、そうだよね。はい、どうしてもでもやっぱり推しを見たくて、ほぼそうなっちゃってるかな。ただ私が好きな人は結構みんなダンスが上手な人が多いから、座って歌うバラードとかだったら、あんま双眼鏡を覗かずに全体を見ることもあるかな。だいぶ回数を重ねた公演だけそれができるの。そっか、かなさんならでは最の。初の、どうだろう、5回ぐらいはもうほぼ推しのチッケムで見て、もう止められないの、推しを追うことを。で、5回ぐらい見たら、だいぶ慣れてきて、ちょっとこう、バラードとかは落ち着いて全体を見れるようになるみたいな 感じですかね。はい。だからもう基本見逃してるよ。いろんなこと。そうなんだよね。うん。確かに、その、加田さんの見方だったら確実に見逃してるよね。見逃してる、見逃し推してる。以外のシーンは。うん。曲中の見逃してるシーンだと、あ、多分今あの人のアップが映ってるだろうなってわかるっていうか、だから 見てないけど想像できる。もう、演出家みたいな。いや、多分コンサートの前にさ、そのステージをさ、何、音楽番組に出たやつとかすごい見まくってるから、まあまあ、確か今こに。の人が多分メインで映ってて、ああいう顔してんだな、みたいな。今すごい湧いてる想なっ像。て。って思って見ております。そう、でもたまにその後にさ、オンライン配信のやつとか見ると、あ、こうなってんだ、とか。わかる。オンライン配信、そこの保管できるよね。できるできる。助かる。助かるよね。いや、でも私なんか本当に、双眼鏡持たずに、コンサート見てる人って、すごいなって思っちゃう。そう。そっ私か。さ、あうん。んま覗かないんだよね。そうだよね。どこ見てんのかなって。逆に。いや、多分、双眼鏡を覗かない派は、双眼鏡を覗く派をどこ見てんのかなと思うかもしれないけど。でもまあ、覗く派の人はさ、やっぱ推しがいて、実験もしてるんだろうなって思うよね。いや、なんか全体見ときたいなって思っちゃうんだよね、どっちかっていうと。いける回数が多分そんな多くないから、なんか全部こう、演出とかも見逃したくないみたいな方が強いのかも、私は。なるほどね。確かに演出はね、見たいよね。わかるわかる。たまにさ、すごい端っこの方の席とかに入ってさ、そんなセットがあったことすら知らないよみたいな時ない？なんか、あるあるあるよね。びっくりするある。あるある。時あめっる。ちゃある。そうそうそう。確かに。いやー。面白いよね。だいぶ人によって見てる場所も違いそうな気がすね。る。うん。でもなんかたまに推し見てるようで、アリーナの1列目にちょっと変わった人とか見つけて、なんかあの人めっのこちゃとわなんかる。か覗いちゃう時とかある。私も結構オタク見ちゃうかも。そうそう、たまになんか、あれ？あの人？みたいな。なんか なんて書いたんだろう、あのボーあ、ドみたいそう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 、ボード読んでる時もある。な。あるあるあある。るよね。ある。
うん、面白い。結構いろんうん。なね。たまにね、なんか違うとこに意識飛んじゃう瞬間があるから、そういう時なんあか、るよ、あるある、みたいもな。ある。うん。うん。はい、ありがとうございます。ちょっありがと、とうございまだいぶ人によって違い、それ確かに面白いす。なね。と思います。では、今週の話なんですけど、だいぶ今年いっぱいの現場の予定が決まったんじゃないかなと思ってて、これで良い年を終えれそうだなって 頑張ったる。ね。いや、一年頑張ったよ、本当に。でもなんか、先週の週末に、お母さんとお姉ちゃんに会ったんだけど、お姉ちゃんが、今週末、築地のオーストラリア公演に行くので、それでスーツケースを貸すっていうので、ああ、なるほど。会ったんだけど、おお。なんかさ、自分も、まあ結構推し活いろいろ頑張ってるけど、なんか姉もちょうど1年前ぐらいに初めて一緒にソウル行って、ソウルコンで初めて姉はスキズを見て、でなんかその帰りの成田エクスプレスで、来年オーストラリア公演があったら行くわって言ってたのをなんか思い出して、あ、なんか1年後に本当にこの人行くんだなと思ったら、すごいな、わ、すごいなって言ったらおかしいんだけど、なんかね、ああ、面白いなと思った。ねえ、すごいね。楽しみだね。ね、どうなるんだろうね。行かれる方、他にもいそうな感じかなと思ってるんでもうすけそうど、だよね。ね、皆様、楽しんで来てくださいませ。はい。そう。そんな姉をね、見送りながら、まあ、まだ言ってないけど、姉の推し活を見ながら、自分も今年は残り2ヶ月半。今週と来週は現場が入ってないんだけど、その10月末から意外とまた怒涛の現場が 始まりそうな予感なので、その、なんだろう、波が終わったら今年が終わるかなといった感じなので、最後の今年の残りを走り切ろうかなと思っていますが、再来週、鳥羽のケースポドーム行って、その次の週、エナイプンのベルナドーム行って、その次の週お休みで、その次の週がママ、大阪。はい。チケットを無事ゲットできたので。っていうかさ、もう毎週ママの話してて申し訳ないんだけどさ、マジでママのチケット謎じゃない？なんかさ、あんなに当たんないって言っててさ、今回なんか当たってる人多くてさ、そう思った。てか、風さんも当たったんだね。いや、そうだよ。私ですら当たるぐらい、初めてだよ。ママのチケット当たるの。あれ、なんかめっちゃ当たってる方多そうな雰囲気で、謎だよね。今年豪華だと思いますが。ねえ。ね。でもさ、なんかその週に、ドボーイズがソウルコンするって噂があって、結構前からあったんだけど、ちょっと一旦忘れてて。あ、そういえばこの週じゃんと思って。だけどもう1ヶ月、ちょうど1ヶ月だよと思って。いくらギリギリとはいえ、これでまだ発表してなくてソウルコンってあり得るって、ちょっと思ってるんだけど、だから今、ママの2日目を狙うのか、ドボのソウルコンが入るんだったら、ソウル行きたいから、やばい、大阪から。そうそうそう。っていうのを悩んでる。悩んでるっていうか、私が悩んでもしょうがないんだけど。でもさすがに今から発表ってあんのかな？でも、ドボは多分、なんかの時、本当1ヶ月前ぐらいで発表したことある。前科はあるよ。
ここ全に。巻。そう。なんか今ちょっとそこを、ヒヤヒヤしてるところ。そうだね、それ怖いね、ちょっと。そうなんだよ。でもまあまあ2日目はゼベワンが出るから。ちょっと、なんかさ、昨日の動画、出した動画で、一生分の総判便って聞きましたってコメントついてて、めっちゃ笑っちゃった。めっちゃ笑った。私も、マジ、一旦一生分の損半分って言ったよね、昨日。そう、ちょっと、みんなが損半分ノイローゼになっちゃうんじゃないかと思って、ちょっと不そう安にだなってきよ。た。そまた言ってるし、今。う。あ、そう、あ、そう、やめよう。そやめなう。くていいけそう。っていうので、ちょっとママの週は結構、ど。ドキドキしてる。今ちょっと、まだわかんないなと思って。そっ怖か。がってて、で、その次の週が東方神起の新しいツアーが始まるので、埼玉スーパーアリーナ。マジで雑食だな。最後まで、年末まで。そう。で、一週休んで、その次は KBS 歌謡祭、福岡。あ、そっか、行くのか。そうそうそう。おうちゃん。まあ、これで終わりなんじゃないかなと思うので、12月はそんなに、もうまだわかんないけどね、自分のことが一番わかんないですから。そうだよね。はい。わかんないけど、これで終わるかなと思って、ちょっと、11月だから結構忙しそうああ、確かに確かに。かなと思って、今年最後の忙しい年末じゃないけど、忙しい週間を頑張って、元気に楽しめるといいなと思って、最後まで。そうだね。もう今そ年はすごかったよ。もう振り返ろうとしてる。う。ねえ。いや、でもなんか、いや、なんか来年どうしようと思って。それでもうさ、すでにさ、今年のことはなんとなく終わって、もう来年のことを考えてるけど、来年私はこのまま同じような風に過ごしていいのだろうかって、すごい思うけど。でもやめられなそうだしね。なんなら増えそうです。怖いよね。やばい。でもなんか来年は、なんか一個大きな何かに挑戦したいんだけど、でもそうやってさ、自分で決めらんないじゃん。誰かがどっかで何かをやるっていうのにさ、かかってるから。なんかトゥバが来年、なんていう名前だったか忘れちゃったけど、なんか南米、あ、メキシコのフェスに出るみたいな。で、ちょっとやっぱメキシコは一人じゃ絶対行けないから、そうね、ちょっとメキシコ怖いかな。怖い。メキシコって言っても、まあ、カンクンだけど、2回ぐらい行ったことあるんだけど、ちょっと無理だなと思って。メキシコの市街地に一人で行くのは絶対無理だなと思うから、ちょっと、それは無理だけど、来年、ロラパルーザ、エナイプンとか出ないかな？確かに、ロッキン出たしね。そう。今までの人生、オタク人生で、まあ、唯一って言ったらおかしいけど、違うな。一番の後悔が、トゥバのロラパルザ、ヘッドライナーの年に行かなかったことを、が多分今までの一番後悔してるから。あんな悩んでたのに。そう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 。ねえ、来年はさ、そういうのとかやるかな。だから本当年間スケジュール出してほしいよね。まあ、それは本当そだってさ、夏にそれがあるって決まってれば、上半期ちょっと抑えめにさ、生きていけるとかさ、そういう計算したいのにさ、計算できないようになってんだよね。確かにちょっとありそうだね、ナイプ。ねえ、ぐぬー。そう、なんかそういうのとかを見据えて、上半期ちょっと抑えめにするかとか。でもなんか抑えめにするって何？私にそんな、なんか、調節するスイッチみたいなのあったっけ？と思って。なん趣か味当たんないな。ゼロか100かみたいな感じになっちゃうんだよなと思って。とかっていうのを、なんか悩んでる、もうすでに。悩んでもしょうがないのに。私が悩んだところでさ、何も調節できるもんでもないんだけど。
そうだね。絶対来年も何かしらたくさんあるよ。あるよね。日本での公演もどんどん増えてってるしね。そうだね。うん。なんかまた京都で歌謡祭みたいなの決まってたよ。見た？なんか見たな、それ。ね。それ来年？来年だったかな。まだ誰が出るとか決まってないんで、全全然然。何も出てなかったけど。京都ね、小学校6年生以来行ってないから。またそういうさ、この、ね。推し活カでッコつけて。そうそうそう、かっこつけて、いけるかな。ね、っていう、なんも、オチもないんだけど、もう来年の話、来年のことばっか考えてる。何も教えてもらえないのに。そう。だってさ、今日さ、ママのさ、1日目にさ、ボイネックが出るって発表があったでしょ？そうですよ。なんか、あれ見てて思ったんだけど、なんか、早く発表しないのって、てか、発表をもったいぶるのって、これ、マジ、一体誰が得してんのっていう、なんかの行動って、なんかの理由があって起こるべきじゃん。そうね。でさ、もう絶対に第1弾の人がさ、出た時に、ボイネクも出るってもう決まってるわけじゃん。本当は。でもさ、そこで言わないってさ、そのファンダムの人も第1弾から言ってくれれば申し込めたのに。そうとす。でさ、ボイネクだってせっかく出るんだったら、なるべくファンが多く来てくれた方が嬉しいわけじゃん。本当そうだよね。だから、ボイネクもう得じゃない。バンドはもう得じゃない。で、次他って言ったらさ、主催者だけど、主催者に別に何も得がないじゃん、これも。そうだよ。そしたら何のためにこれやってんのっていう。いや、ほんとわなの？かんない。いや、だから、すごい、まあ、言い方むずいけど、大物系を最後にボンって出すのはまだわかんの。でもそれも分かんなくない？あ、でも誰のそっためか。の？何まあ、の確たかにめそに？う。だ確ってかにそのそうさ、だ。ファンなかなもうチケットないみたいな感じになって。そっか、まあでもそっか、確かに。これ何の意味があるの？ ね、1ヶ月切ってる？もう切るのにね。そう。ねえ。わかんないの。これマも、ジでわかんない。なんかそう。いや、いいんですけど、いいんですけどって別に、ただ単に、なんでそうしてるのか教えてもらいたい。わかるよ。今日一日どんだけ振り回されたか、私が。ねえ。なんだっかね、て、謎。うね、ん。うん。初日に来るとは思わないじゃん、まず。初日？ボイネックが。あ、本当？二日目だと思ってた。なんかハイブがさ、結構多いからさ。ああ、そういう意味ね。そう確かにそう確かに、1日目ハイブ多いね。そう。なんか、本当、なんでこのタイミングで発表したんだろう。一次選考が終わった。一次選考か。ね。そう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 。まあさ、ママだけじゃない。まあけど、ね。こういうのって。そうね。そう。だけど、だからなんかみんな何のためにこれやるのかな。だからフェスとかだってさ、まあなんかちょっとずつなんか大物が後から発表とかされたりするけど、それって何のためにやってんのかなっていう。確かに。なんかフェスは確かにそれ違和感もなかったけど。そうね。謎だなって思う。まあ、とはいえ、いろいろ謎だなと思いつつも、それに合わせて、オタクはあたふたしなきゃいけないようになってるから、しょうがないんだけそうど。だよ。何うん。も発表になる前から2日券応募してるぐらいだから。あ、そう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 、はい、別に、はい、なんか、それがどうだからどうだとかないんだけど、ただ単そうに、ね。なんでなんだろうまあなっね。て思そうう。そうそうね。気になる。うん。はい。っていう感じで、ちょっと、毎
毎週変わらずオチは何もないんですけど、はい、今年の残りも推し活頑張ろうっていうのと、来年はどうしようかなっていうので最近悩んでおりますっていう話でした。はい。小田さんはどうですか？最近。はい、最近なんですけど、私、絶賛体調が良くなくてですね。そうなん？風邪とかじゃなくて、季節の変わり目で、その寒暖差とかに完全にやられて、自律神経があまり調子が良くなくて、で、ちょっといつも皆さんに質問いただいてるんですけど、今日はちょっと私から皆さんに聞きたいことがあって、オタ活への体力づくり何してますかって聞きたい。私たちの視聴者さん、どれぐらいの年代の方が多いかわかんないんですけど、おそらく我々よりちょっと上ぐらいの上の方でも、めちゃくちゃ海外のコンサート行ったり、アリーナ、スタンド、VIP とか入って、なんか、サウチェからずっとスタンディングでライブ入ってとかみたいな方結構多いじゃないですか。日本でもいろんな公園行ったりとか、それ以外にも、なんかこう、ファンダムで集まって遊んだりとかしてる方多いイメージ。めっちゃ元気じゃないと思って。わかる。すっごいわかる。私、もともと運動苦手で、引きこもりタイプなんで、もともと体力そんなないんですけど、なんか最近本当に体力の衰えを感じて、これはオタ活にも支障が出るぞと思って。で、皆さんすごい元気だから、なんか普段どういうことをされてんのかな？運動とか、わかんないけど、なんか教えてほしいと思って。めっいや、ちゃなんわかかその、る。自律神経の不安定さも運動不足から来るんだって。なんか絶対運動した方がいいの。でも何していいかわかんなくて。で、来月、スキズのライブがさ、ドーム2日間行くの。でも、もはやその2日間のライブですらちょっと不安なの。体力持つかどうか。そう、だから、でもさ、加田さんも結構さ、連日ライブとか行ってるから、私からしたらすごい元気だなと思うんだけど、海外とかも行って。なんか、どういうふうに体力づくりしてんだろうって。わかる。あのさ、そう、今は多分小田さんもそう言ってくれたけど、なんか私たまに、すごい体力ありますねって言われることあるんだけど、本当にそんなことなくて、いつも会場ギリギリに行くんですよって言ってるじゃないですか。あれって、その時間までホテルとか家にいるから、ギリギリなんですよ。そっから、で、しかも、絶対に、まあ、日本だったらしょうがないけど、海外だったら、なんだっけ、スタンディングじゃなくて、あと、スタンドの席だから、基本座ってみる。で、終わっ確かに、そたら、さってう。帰るっていうだけだから、めちゃくちゃ体力温存しながら、コンサート行ってるから、そっかそっか。だからさ、朝から並んでグッズ買って、そう、そうで、そうそ皆さんとちょっと遊んで、う。で、コンサート行ってっていう方見てると、すごいなって思う。え、すごい元気だなって思うし、でも多分私たちより年上の方も多くて、え、すごい羨ましい体力。わかる？で、なんか、ジムとか行ってるんですかって聞きたいの、ちょっと。何をしたらそんなに
本当にこのままだと推し活存続の危機だよ。体力なさすぎて、私。やっぱ今、家で、YouTube 見ながら、ダンス踊るみたいなやつ始めたんだけど、すごい。こんなんじゃ追いつかない。なんかもう痩せたいとか、綺麗になりたいとかじゃなくて、ライブに行く体力をつけたい。わかるよ。ライブに行く体力つけたいとか、健康でいたいみたいな。いや、わかるわかる。そうだよ。現場をさ、かけさせてはいけない。そうそうそう。ねでもさ、すごいどうでもいい話してもいい？え。なんか私、来週、健康診断なの。健康診ああ、断っそていうんだっうけ？なあいの。の、あいの、なんていうんだっ人け？間ドック。人間ドックまで行かないけど、みたいなの、病院で受けるやつ、行くんだけど、なんか、健康診断、今月健康診断があるから、今ちょっと気をつけてるんだよねっていう人とかって結構いるの、会社とかで。だけど、なんかその、私は何でか知らないけど、また先週のね、チケットの話じゃないけど、なんか一番悪い状態で測ってもらっても、パスしたら、すごい健康なんじゃないかと思って、なんか健康診断の前、すごい不摂生しちゃうの。せめていつも通りにしてよ、それは。いや、なんか、こんだけ不摂生してたのに、パスしてるってことは、相当いいじゃんみたいなのを多分得たくて。怖いよ、それ。そういうの通用しないよ、もうそろそろ。すごい不摂生しちゃうんですよ。いつも以上に。あ、そうな、面白い。それあんま聞いたことない。だから、いやでも、健康診断の前に気をつけるのってすごい偉いなと思って。普通 気をつけるんだ、みんな。一応ね。だって引っそう。かかりたくないもん、それ。いや、でもさ、なるべく、いや、私はなるべく悪いなら引っかかりたいみたいな。早く知りたいから、ああ、なそのるなほんどかちょっね。と節制しちゃうと、本当は、それに引っかかる可能性がちょっとあったのに、ちょっと節制したことによって、発見が遅くなるんじゃないか、みたいな気持ち。だから、いつも通りでいいんだって、それ。不摂生しなくていい。って思っなてるなっるていうので、ちょっと、まあ、最近それを思ったんです。ほど。でも皆さんを見てると、尊敬するんだよね、いつも。わ かるよ。本当にわかる。早く言ってることにすごいって思わかるわかるわかる。って。朝一で、だってさ、6時とかさ、なんかすごい時間に行ってない？みんな。グッズのためとか。そう。だってあんな時間から動いてた私、夜のライブ寝ちゃうと思う。ねえ。でもみんなさ、そこでまた VIP 入って立って見てたりするでしょ？すごいよ。すごいすごい。いや、本当私、本当スタンディングでももう無理かも。わかるわかる。日本のアリーナ席も無理かもって思ってる。ね、いや、でもさ、ギリさ、まだ VCR 中とかさ、座れたり、始まるまで座れるじゃん。あ、マジ、あの状態が本当ギリ。ずーっと VCR 中とかもずーっと立って見るの絶対無理。そうね、椅子なしね。そう。そうなんだよ。でもすごだからいちょっ体力つけたらさ、と、そういうの入れる自信みたいなのついたら行きたくなるかな。確かに逆にね、そうかもよ。そう、自信ないからいけないんで、私も。いや、そうなんだよね。なんか、何されてるんだろう。ジムとか、ヨガとか、ピラティスとか。なんかめっちゃ調べたんだけどさ、いろいろそういうの。
なんか今からで取り戻せるかしらと思って。ねえ。うん。確かに健康はちょっと怪しいよ、だいぶ。そうだよ、大事だよね。でも推し活を続けていく上で一番大事じゃない？なんかお金もさ、かかるし大変だけど、体が元気じゃなかったら本当に現場にね、行けなくなっちゃうから。確かにそうだね。うん。確かにそう思うと一番大事。そうよ。っていうのを、なんかほんとここ最近、体調が良くないから、すごい不安に思ってるんだけど、うん。まあでもなんかちょっとずつ回復してるから、運動しようって思って、皆さんに聞いてみた。そうだよね。そっか。なんか、昨日すごい寒かったじゃん。でさ、私さ、裏起毛のトレーナー着てたのにさ、小田さん T シャツだったからさ、すごい よくない。元気なのかと思ってたら、ちょっそうじゃと多ないの分よくね。ない。冷えてるよね、多分体が。すごい元気だなって昨日ちょうど思ってたんだけど、違った元ね。気じゃん。そうそう、見えただ体け冷だ。やしちゃった。そうそうそう。マジで気をつけなきゃいけない、いろいろ。おすすめあったら教えてください。なんか、パーソナルトレーニングとかも調べたんだけど、めっちゃ高くて。ないね。うん。続かでないよも、ね。なんかチョコザップとかだって行かなくなりそうだから、私。うん、私、家のん。うん。めっちゃ近くにチョコザップできたの。おお。うん。で、8月ぐらいにえ？1年分払ったけど、まだ3回ぐらいしか行ってない。ぼう？なんか。ジムさ、やっと解約したんじゃなかったっけ？ジムやっと解約したけど、ほんと近くにできたの。ああ、いいこんなな。に近くにできて、いうける人いん。るのかなと思ったけど、うん。いたわ。いた。そう、チョコザップ行きたいけどね、いいよね、安いし。いい。最近ね、マジでこの話ほんと最低なんだけど、その、だから3うん。回しか行ってないの。うん。だけど、チョコザップめっちゃできてるじゃん。うん。なんか街で、なんか違う買い物とかしてるときに、めちゃくちゃお手洗い行きたいときに、チョコザップに行ってお手洗いするっていう。でもすごい便利なんだよ。ほんとめっちゃあんの。うちの駅とかなるめっちほど。ゃあって、チョコザッそうプ。かも。うん、そ確かに確かう。で、最に。近結構なんか、コンビニとかでもお手洗い貸してくれなかったりするはいはい。から、私マジで、チョコザップに 運動しに行ったら3回ぐらいしかないけど、お手洗いだけ行ったら5回ぐらいある。ちょっとマジ、その使い方、初めて聞いっていう。た。あ、でも、なるほどね。いいかもね。2900円ぐらいだっけ、月。トイレのサブスクみたいな。そう、私ほぼトイレのサブスクとして利用してる、チョコザップのこと。面白い。とりあえず登録しようかで、ね、安いですよね。安い安い。なるほどね。でも使わないとさ、なんかすぐなくなっちゃいそうだからさ、ああ、近くそうにあるそう。店舗とか。そうだよね。速そう、回転が。って思ってんだけどね、なかなかいうん。けないんだよね。じゃ、一緒に頑張ろね、本当、そういうのどうしたら頑張れんのかな。う。うん。そうそう、なんかそれも聞きたい。なんかどうしたら頑張れるんですか？ ね、コツコツやるみたいなの一生できないんだけど。はい。私もそういうタイプです。なんか、そう。運動できない、コツコツできない人に、どういう運動がおすすめか、誰か教えて。でもね、うちのお姉ちゃんも全く同じだったの。おう。あ、コツコツはできるけど、運動うは全然好きじゃないから続かないって言ってん。うん。て、私ほどじゃないけど、でも結構ジムにも無駄金を結構払い続けた人生だと思うんだけど、人生で初めてフィールサイクルが続いたって言ってて、マジ？なんかその話を聞いた時に、そのフィールサイクルがいいかは置いといて、
まあ、やっぱ結構いろいろ試してみなきゃダメなのかなと思った。で、うちのちゃんも本当にそういうのが続いてるイメージ一個もないの。ヨガやめたとか、ジムやめたとか、同やるじ。たびに全部結局行かなくなってやめるんだけど、人生で初めて続いた。行ってマ多分ジ？なんか、半年ぐらい行ってんだと思うんだけど。そうなの？フィールサイクルさ、であるんだよ、近所に。行ってみようかな。ち楽なみしに、そ私も行っう。てみようかなって3ヶ月前ぐらいその話聞いて思って、今3ヶ月経っちゃってる。そう、いつか自分に合うものがあるんじゃないかと思って探し続けることが大事なんじゃないかっていうことを思うことまでした。行動にはまだ移してない。俳優機みたい。でも、そんなこと言ってるね、余裕はない、本当に。早く体力つけないといけない、私は。絶健対康のためにね。来年はそれを目標にしようかな。あ、そうそう、そうしよう、じゃあ。頑張ろう。なんかさ、それと推し活をかけたなんか画期的なもん、ハイブが考えてくんないかな。確かになんか VR とか使ってさ。あ、そうだよ。なんかあのさ、サムさんの東方神起の曲使ったなんかダンス DVD、エクササイズ DVD みたいな昔あって、まあ、それをちょっと、それのもっと進化、今時版みたいな。ね、最高じゃない。推しが教えてくれたら最高なのに。だから、あとそれか、なんか対面イベントを1回だけ CD の積んだ枚数じゃなくて、落とした脂肪の量で 申し込めるみたいな。それすごいね。そういうイベントとかやってくんないかな。そうだ、オタクの健康のために ね。そうそう、なんかそういうの、なんか確かになん新しいかな何いかか、な。そうやってね。くんないかなと思って。そああ、こいいでかも。さ、健康になった方が、こっちの寿命も伸びて、そうよ。渡せるお金増えるから、確かに確かに。ちょっと一回だけ、そういうの。ああ、いいかもいいかも。なんかそれぐらいやってくんないと、ちょっともうできない。もうダメじゃん、もう。ちょっとね、さっき小田さんが VR って言ったけど、VR はなんか私は高い機械だけ買って、埃かぶってるのしかちょっと想像ができなかった。スビンがさ、ずっと見てるかもしれない。それでもなんか やダれメ。ない。そう。ああ。っていう。ねえ、なんか、じゃあやろうか、そういうビジネス。推し活とダイエット。いやでも本当に推し活と健康とお金、この3つのことしか考えてないもん、人生。ああ、いや、ま、でもそう、基本そうだね。だからそのね、これを関心事は多分みんな高いよなと思ってる。確かに、私、オタクみんなそうじゃない？この3つのことしか考えてないよと思って。そこでなんか、画期的な何かを ちょっと作ってよ。フィールサイクル全部さ、推しの歌でやるみたいえ、わかる？そう言ったの、K-POP ないのって。そうそう、ないって言ってないよて。ね。K-POP やってくれたらいいのにね。ね、そしたら行くかも、マジで。そうでしょう。そうだよね。なんで呼ん作でんる、だろうね。ジム。ちょっとなんか元手が だいぶ 資本金。高そうだ 確でも K-POP だったら楽しそうだよね。ねえ、めっちゃ行きたい、それなら。いやでもな、K-POP のダンス続かないからな。確かに。K-POP のビールサイクルも続かないかもしれない。いや、でもダンスよりはハードル低くない？まあそうか。こげばいいんでしょ、だって。確かに。ダンスはほんとちょっとね、無様すぎた、自分が。確かに真逆だもんね。ダンスってさ、なんかガラスじゃない、なんていうの、鏡見なきゃいけないじゃん、自分の。あれが苦痛なの、私。わかる。
だからフィールサイクルって暗いからさ、そうだよね、自暗分の闇。こと見なくていいじゃん。だからまあそっちの方がまだいいかな。いいね。うん。そう、ちょっとじゃあ、起業しよ 急にさ、このチャンネルさ、なんか怪しい、なんか勧誘 チャンネルみたいな、こちらへどうぞみたいな感じで、なんか誘導されるようになるかもしれないね。ちょっと、まあでもね、まずはね、ちょっと、本当こういうことばっかり言って何もやんないから、結局。え、わかるよ。こういう話さ、昔よくさ、壁木食べながら延々としてたよね。出たし。ね。ただただ太るっていうね。そうね。皆さんおすすめがあったら教えていただけると嬉しいです。小田の健康のために。小田、加田も、加田小田の健康のために。このチャンネルを長く そう続だけないとよ。いけないんで。そうだよ。ね、ね。そんな感じですかね。はい。まあ、先週も言っちゃったけど、もうどうしても一言言いたくて、またすごい、まったりした雑談になってしまった。回を追うごとに。そうだよ、これ。大丈夫。編集したくないな、これ。ね、本当に回を追うごとにマジで普通の会話になってってるわ。そうだね、カうん。フェで喋ってるよね。はい。喋ってる方がどんどん楽しくなってってるんだけど、緊張がほぐれて。そうなんですが、そう。大丈多夫で分こすれか緊ね。張ほぐれてるがゆえに普通っぽくなってるわ。はい。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございます。終わろうとしてる。そう、急に ありがとうございます。ありがとうございます。はい。では、また来週の水曜日にお会いしましょう。またねー。またねー。